皆さん改めましてこんにちは。はい、よろしくお願いします。ケワイシヒデと言います。で、今このケワイっていうのを名乗ってるのが、まあ僕結構珍しいでしょ。20年前からこれを活動のアーティストの名前にケワイシヒデと入れたんですが、逆三角形のほっぺたのところ、この部分っていうのが綺麗になるとですね、見た感じね、すっごくこう肌が綺麗に見えるんですよ。艶っぽくなるの分かりますか。ほら綺麗でしょ。これファンデーション違うんですよ。ちょっと触ってみてください。しっとりする。そうそう、しっとりしたスキンケアのある、まあいや美容液みたいな下地なんです。でこういうのを選ばれるだけで、あれなんかファンデーション塗ってないよね、なんで綺麗なのっていう、ここにここにですね、ちょっと上に見てください。この目の下のところをキワきちっと塗って、こういう感じで逆三角に伸ばしていく。そして薄くなっていってこう伸ばしていく。よくうちのおばあちゃん言ってましたね、しみったれた顔すんなって。要はシミができたらシミったりで顔すんなっていう、そういうまあ、教えなんですよね。でもちょっとシミできたらちょっとネガティブになったりするじゃない。今までないのになんか年いったから白ができたなとか、ね、でもこれがさっき言った変わり時なんで、もういつまでもねそんなの思ってても仕方ない。それを勲章に変えるということですよね。この目の際はここは赤黒いんです。ここです、ここまで口角でポンポンポン。これはどこつけるかというと、目の周りね、今目尻でしたけど、今度下ちょっと軽くで T ゾーン、ここはトップですね、さっきの方ですね。でもう一回口角で、ほうれい線ね、これも少し、これあんまり量つけすぎるとよれたりする、顎先ここからずっとかけていきますね。目がそして外に少しずつグラデーション、はい、チークも大事ですね。せっかくフェイスメイクを意識してるのに、チークをこういうふうにしていって顔をでっかくしてしまう人多いんですそれから小鼻の延長線って言ったらちょっと低くないですか。この小鼻の延長線低いですよね。このままで低いんだけど、にっこり笑ってくださいって言ったらこう上がるんです、キュッと笑って。この上がる位置ありますよね。この上がった位置につくように、まずワンポイントで何度もこうやってスーッと、端ですね、黒目の、ま、端、黒目の端からスーッと下ろして、小鼻の延長上にこれ笑うが当たるよね、こう起点という感じですね。でそれをこの色をアイホールのところにも軽く乗せます。でアイホールの上のね、この眉の上につけてくれてもいいです。大体年齢とともにここの眉のあたりが結構黒くずんでくるんですよ。青くなったりね。少しここにも入れます。それから顎先も。で、ここのトップ、ここも軽くですね。で、ショートカットの方やったら耳タブ。これね、皆さんね、なんてことない思うでしょ。これ見てる人見てるんですよ。ここから、この一つのこの角パターン、これ。これがですね、この目尻のカーブに、はい、とりあえず平行という意識をしてください。で、これを描くんです、まず。1本でも2本でもね。で、1本でも2本でも描いて、この後ここからこう返します。その時のこの返す、ここの角度ありますね。角度によって眉の形が変わってくるんです。それと眉頭のこの太さも変わるんです。角度をつけたい場合、この下へ描けば、これものすごく急に角度がつきますよね。水平な眉を描きたかったらこうなりますよね。この角度をこう決めていく。これだったら水平になります。あとはこういうふうに変えていくと、ここをつなげればナチュラルの眉ができます。この時に眉頭描いてないですよ。今やってる山からですよ、言ってるのね。で山から、で山からこう眉尻に描いたら、今度はこう描きたいわけです。でこれを持ち替えるときはこうしてたらこう持ち替えるんです。でそれができると見た感じもかっこいいですよね。あの人できるってなりませんか。だからみんなせっかく練習に来られてるんやから、こういうちょっと持ち替えると、そうするとね、僕見ててくださいね、こう分かります。こうするだけでこうできるでしょ、こうでしょ、
こっち側もこうした状態かけるでしょ、こうしかけるでしょ、両方のバランス取りやすくなるんですよ。大概の人は皆さんこう書いて、次左行くときこう書いてるんですよ、ね、だから方向が違ってくるんですよ。もちろん違うんですよ、ひねるから。だから左右バランス取れないっていうのはそういうことがまず一つ。脇締めといてください。当てるのは一手に当てますよね。当てたらあとはこういうふうに動かすだけです。ワイパーの方式、そう分かりやすい。その方向性を意識します。入れます、はい、入れてます、はい、持ち替えます、こんな感じ、はい、今度左側はこういう感じでこうですね。で今度持ち替えます、今度はこう